大久保剛は宮城県岩沼市出身のプロサッカー選手。ポジションはもともとは FW であったが、近年は MF や DF としてプレーしている。宮城県岩沼市出身。ベガルタ仙台のユースチームから2005年にトップチームに昇格を果たしたが、出場機会に恵まれず、2008年 JFL のソニー仙台 FC へ期限付き移籍。 遺跡期間を二度延長し2010年まで在籍。2010年9月5日には天皇杯でベガルタ仙台と対戦した。天皇杯では J1 チームから2年連続で得点を決めている。2011年4シーズンぶりにベガルタ仙台へ復帰するも出場機会を得られず同年限りで退団。2012年完全遺跡で2シーズンぶりにソニー仙台 FC に復帰。 この年は怪我の影響もあり、わずか1得点に終わるものの翌2013年は12得点を上げて5シーズンぶりに2桁得点を記録した。2013年8月13日に JFL での実績が評価されて、シーズン途中にモンテリオ山形へ完全移籍した。J リーグ初得点を含む2得点を上げたが、シーズン終了後に退団。 2014年から2015年は、バンコクグラス FC でプレーした。2016年から、PTT ラヨーニ FC に移籍した。サッカー選手と並行して、俳優やスカウトとしても活動していると報じられている。2018年7月に京都産が FC に期限付き移籍し、J リーグ復帰となったが、公式戦出場はなくシーズン終了後に退団した。 その後は MOF カスタムズユナイテッド FC、ネイビー FC とタイリーグ2のクラブを渡り歩いた。2020年12月、滝正美が監督を務めていた、ライオン FC に移籍。およそ5年ぶりにタイリーグ1でプレーすることとなった。ライオンでは、サイドバックのポジションでプレーした。2021年4月30日、ネイビー FC に復帰。タイで、サッカースクール。 雪フットボールアカデミーを設立している。また、地元の岩沼市で新旧接骨院を開業している。ありがとうございます。